ワールドエコノムーブのレース電気自動車レースは電気自動車によって競われる競技。20世紀初頭の自動車の黎明期には当時の来年期間は未発達だったため電気自動車が速度記録を保持していた時期もあったが来年期間の改良に伴い電気自動車は廃れた。第二次世界大戦後の一時期、石油の供給の逼迫により 電気自動車が増えた時期もあったものの石油が安定して供給されるようになるとしたびになったが、20世紀末以降、環境意識の高まりや蓄電池の高性能化により、徐々に高性能な電気自動車が開発されることもあり、電気自動車のレースが開催されるようになり、近年ではモータースポーツの一部門として定着しつつある。1 9九十年代から開催されてきた。 ソーラーカーレース等の電気自動車レースは主に大学生等が教育の一環として参戦してきた側面がある。近年新たに開催されるフォーミュラー E 等の電気自動車レースは工業を目的としておりこれまでの教育目的のレースとは一線を画す。ワールドソーラーチャレンジ等のソーラーカーレースが1980年代より各地で開催される。 1985年から1993年にかけてスイスでツールドソルが開催され、1989年から2003年にかけてアサヒソーラーカーラリーが開催され、1992年からソーラーカーレース鈴鹿が開催され、1993年から秋田県の大型村でワールドソーラーカーラリーが開催される。フォーミュラライトニングは、 電気自動車のみによるレースとして、オープンホイールの電気自動車で競われた。ワールドエコノムーブは1995年から秋田県の大型村で開催され、その後、各地で自作の電気自動車のみによるレースとして開催される。四国 EV ラリーは1998年から2017年まで、四国と淡路島の行動を走行するコースで開催された。 日本国内で行動を走行する電気自動車の競技としては最も長い歴史がある。N-1GP は支給されるエネループを使用する自作の電気自動車で競われる。他の類似の競技と車両を流用可能で比較的参戦しやすいため、工業高校の学生や個人を中心に近年、徐々に参戦するチームが増えつつある。フォーミューラ E はオープンホイールの電気自動車で競われる。 電気自動車のみによるレースとして開催され、徐々に参戦するチームが増えつつある。エレクトリック GT は量産の電気自動車によるレース。現時点では、ワンメイクレースで、テスラモデル SP100D で競う。フォーミューライ、e、ンのように行動を閉鎖して開催される場合や、ワールドソーラーチャレンジのように行動を閉鎖せず、一般車と並走する場合やサーキットで開催される例がある。 自動車の黎明期である20世紀初頭には、電気自動車の性能は一時期、内燃機関の自動車を凌駕していたものの、内燃機関の発展に伴い、電気自動車は下火になったが、近年では、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライム等のレースに参戦して、内燃機関の車両を抑えて優勝する事例もある。日本国内では乾電池によるスピードレースは、 東京工業大学で1981年から授業の一環として行われており、これを取り入れる形で1988年にアイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテストの前身である乾電池カースピードレースが開催された。1993年から秋田県の大型村でワールドソーラーカーラリーが開催され、1995年からは ワールドエコノムーブが開催される。2010年からは全日本電気自動車グランプリが開催される。2014年からはフォーミュラ E が開催される。ありがとうございます。